Go go go！ ベルから始めた。MISIKI 錦。振り上げた。おい。握り拳が俺たちの。キリュウさんは何を見て錦って言ってるんだろうか。合いの手させてるのは僕なんですけど。あーそうそう、カラオケ行きたいなっていう話してたじゃん。だからカラオケを今しに来てるんだけど、今そういう場面じゃないからね。みんな知ってると思うけど、確実にそういう場面じゃないからね。よし、ドハコ歌ってこ。これめっちゃ好き。これとイジザクラだけは異常に好き。あとマシンガンキス4のやつだったかな。マシンガンキスに関してはイジザクラは極みとか、あとなんだっけ、別のやつや。バカみたい子供なので夢を追って傷ついて、嘘が、あ、やべ、ボタン押し間違えた。下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用。確かね、なんだろうな、デモシーンというか、このシーンで出る写真があるじゃないですか。あれってシリーズごとに違うんですよ。で、これは昔のことを思い出してひまわりなんだけど、なんだ、極みだとポケサーファイターだったかな。覚えてる人いるか分かんないけど。で、極み2はよく分かんない人だった。俺もあんま覚えてない人なんだけど。あれはね、面白かったわ。そういえばさ、俺見せたか忘れたんだけど、テレクラのイベントで知り合った女の子いるじゃん。あの子ともカラオケ行けるんすよ。見せたっけ動画で。その辺覚えてないな。また点数下がったな。どんだけ下手やねん。音ゲー苦手なのがバレてまう。でさ、誰かを呼ぶっていうところがあってさ、これ多分クリア後になったら錦とかも呼べるんだろうけど、今まだストーリー進行上で、なんだあいつ、誰だあそこに突っ立ってんの。こんな感じで呼び出して歌わせることができるんですよ。歌わせるっていう言い方。イケイケのってか、まあ刹那の人魚姫よりは俺ルージョーブラブの方が好きなんだよな。キリュウさんの気持ち悪い乗り方が好きなんだよな。気持ち悪いって言い方あれだけど、てか基本的にキリュウさんの愛の手うざいからな。しかもさ、これをさ、15年後もやるからね。もしもーし。おい、もしもーし。もしもーしじゃねえんだよ。愛してる、イケイケだぜ。あなた
これね、キャラごとにこのデモシーンに関してはあって、ヒデューさんで見れるのはテレクラで会える3人だけなんだけど、真島さんの方であったサンシャインのメンバーとかだと全員あったかな、カラオケのイベントが。あーちょっと待って、ここ難しいんだって、ちょっと待って、最後めっちゃ下手くそになったそうそう、だからこういうのもね、後で全部見せればいい、見せれればいいなって思ってるんだけど、さすがにそんな気力ないよね。91点、まあそこそこですね。あ、でも刹那人魚姫90点以上初めてって書いてあるから、あれかもしんないね、動画で見せたことないかも。わかんねえ、覚えてねえ。しかもこれ強制的に一曲歌わされるんだよな。さっきのバカみたいの時間いらなかったじゃん。じゃあレールから外れた。ちなみにこれちゃんとね、サウンドトラックみたいなのに CD で出てて、誰だっけ、錦と桐生さんで歌ってるんだよね。でもね、曲的にはあの真島さんの曲の方が全然好き、2曲とも。あ、でも真島さんのは1曲しかねんか、あれどうだったっけ。ちなみにね、バカみたいに関しては、4で出てくる冴島と秋山っていうキャラがいるんだけど、ね、声優が秋山の方が山寺さんで、冴島の方は誰だったかな、だ誰だったかよく覚えてないんだけど、その2人がノリノリでバカみたいに歌ってるやつもあるんですよ。いつだったかな、4だったかは5だったか忘れたけど、のサウントラに入ってた気がする。ちょっとミスったわ最後。あ、ちなみにこの右側にいる人が、このムービーの時に右側にいる人が、あの冷麺さんです。みんな会ったことあると思うけど、1回くらい。あー、行くか、まことちゃんのとこに。桐生さん絶対どういう状況か分かってないよな。よし、じゃあちょっと私はここで一旦録画を切りますけど、引き続きストーリーをお楽しみください。この時間何だったんだろうね。よく生き延びたよ、まったく大したもんだ。運が良かっただけだ、俺一人の力じゃねえ。よく生きててくれたな兄弟まだ終わっちゃいない。それに今は早く立花を取り戻さねえと。ああ、分かってる。俺にできることがあれば何でも言ってくれ。いいな。お前それ前回も同じような話してなかったっけ。あれ気のせいかな前回も何でもするわみたいなこと言ってたよね。嘘はよくないよ。うるせえな、ちょっと置いてったくらいでビビビビやかましいじゃん。ちょっと待てよ。お、チンチロリンだ。チンチロリンとかもあるんだ。行き先はホームレス街だったよな。牧村誠をそこにかくまってんだろ。お前あそこに知り合いでもいるのか。はあ、それがどうかしたか。いや、今までいろいろあったんだろうなと思ってよ。あの日お前とのんきにラーメン食ってたのがずいぶん昔のことみてえだ。そうだな、あれからおめえが堂島組抜けたよ。もう前みてえには戻れねえのか。今はとにかくやるしかねえ。
まだ先のことはいい。はあ、確かにな。おめえの言う通りだ。ちゃんと認識は桐生さんのこと心配してくれてんだよな。桐生さん、あれ、もう一人、もしかしてお兄ちゃん。お兄ちゃんって。わかった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。カクカクしかじかタイムじゃん。実はね、兄が東島組にさらわれた。そんな。兄って立花？え、この子殻の一つぼの持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに桐生さんも理解できてないからね。間違いなく。なんでやっと会えると思ったのに。立花をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組は、あ、なんで渋沢は立花社長を狙ってるんだっけ。堂島組を、その辺があんまり思い出せてなかったり理解できてなかったりすんな。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。そうだよね。すまない、俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。誠ちゃんの方を見て言えよ、そういうのは。俺が命に変えても。明らかに顔の角度的にさ、アジアガの顔役なんだ。電話してくる。俺も行くぜ。キリュウさん、兄をお願いします。お願い、お願いだから。わかった、すぐに会わせてやる。必ずな。確か公園の中にあったよな。急ごう、キル。アジア街から立花の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ。アジア街の顔役ったら信用できるのか。ああ、信用できると思うけどな。俺は立花が連れてかれた後、アジア街で倒れてた。あの人が敵なら。だあ、100万円のスコッチウイスキーやめろマジで。おい、10万円の賞味期限切りの弁当もやめろ。ふざけんな。なんだこのクソガチャ。100万円するスコッチウイスキーってマジでなんだよ。肩と足を打たれてさ、その後ピンピンして動いてる桐生さんもだいぶ頭おかしいよね。陳さん、立花の居所はつかめたか。殻の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル、そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただあー、クズの兄貴いるんだ。男がそこにいる。知ってるね。ああ、クズは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、くら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む、桐生さん。立花さんにも何回も救ってもらった恩があるし。錦。ねえ、立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。分かった、とにかく急ごう。おう、よかった。カルの一つぼとかの方で
やってやろうぜ、キリュウ。うぜえな。お前はいらん。相手7人程度やぞ。キリュウさん1人で十分だ。キリュウさんもいらねえ。何すんだよ。あー、不穏な BGM やめてほしい。ちょっと竜子飯店だけ寄ってこうかな。牧村誠はずっと橘のことを探してたのか。蒼天堀で兄のことを探し回ってたらしい。なるほどな。橘もそのことは知ってるのか。ああ知ってる。そうか。俺にも妹がいるからな。橘のことは人事じゃねえ。あ、そっか。俺が橘いたな。命張って妹を守ろうとする。ああ、命張ってたな。だからよ、あの兄弟絶対会わせてやろうぜ。ああ、そっかそっかそっか。錦は妹いたな。そういえば一回も出てきた試しがないけど。いらっしゃいませ。修繕してほしい。ちょっと全部お願いします。武器直すだけで140万ってどこっちゃね。ありがとう。まだガチャに使う方がいい気がするんだけど、どっちにしろか。無駄遣いだ。よし。おい、キリュウ。うるせえ、行くぞ。早くしろ。間に合わなくなっても知らんぞ。ここここクレッシェンドビル。この中に立花がいるんだな。ああ、このビルの地下室らしい。キリュウ、一度入ったらもう後戻りできねえぞ。準備はいいか。ああ、行こう。ああ行こう。とかもうラストバトル近いからな。この後真島さんサイドの話2章分やって、もうそれで最終章だった気がすんな。そういえば、んじゃあ次6本目行こうか。イグイことしよる。7本目もまとめていっちまった。このでかいハンマーでさ、1本ずつ行くのは厳しいやろ。神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな、爪剥がしてから骨折ればいいのに。手の指と合わせて残りたったの8本。8本。全部潰れるまでに私の口割れますか。左足に3本あって、あれもしかしてもうすでに右足もいってる。牧村誠はどこだっつってんだ。あれ、それだってさ、立花を捕まえる意味なくね。ちょっと仕事しないと渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、クゼさん。この野郎、クゼさんはもともと後がないからね。てめえを殴るしか脳がねえのか。おお、ブーメラン刺さってますよ。あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、おらね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。あれ、渋沢さんバカにされてる。何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。渋沢さんバカにされてますよ。さては、てめえを見てて思い出した。
自分より強いと思える奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちは、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい何見てんだ俺。死ぬな、これは死ぬな。バカ野郎が。こめかみっていうか目元直撃だもんな。それは死ぬな。しかもハンマーだからな。鉄パイプとかならワンチャンあったかもしれないけど。そうかい。なるようになっちまうもんだな。クゼ。のうクゼの兄貴、何も悪くないですよ、桐生さん。ああ。これ確か周りの雑魚も戦うことになるんじゃなかったっけ？ならないっけ？あ、戦うよね。だろうね。いてえ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 。いてえな、てめえら。これあれだな。数減らすまでは、こっちでいいな。てか別にこんな細かいことしなくても、あれか。さっさと武器使っちゃうか。あ、人間という名の武器使っちゃった。違う違う、そうじゃない。さあ、なんかたまにオプションボタン効かなくなるようなこのゲーム。あれどれだっけ、カジキマグロ。あったあった。よいしょよいしょよいしょ。あと何匹だ。クゼさん入れてあと1匹か。ういダンクシュート。絶対それも頭かち割れるんでるから。ただなー、クゼさんはガード硬い上にさ、あれだからさ、錦が邪魔なんだよな、正直。おら錦がいなきゃ多分もっと楽に倒せるんだけど、錦いる手前邪魔されてもあれだし、武器でさっさとやっちゃおうかな。あれだよね、ラッシュスタイルじゃないと使えない武器とかもあったよね、バクナクとかみたいな。あらん、おめえも殴られてんじゃねえか。人に何やってんだとか言ってる場合じゃないだろ、お前。いい加減にしろ。間違えた。なんか武器の取り出しを間違えるな。あ、違う、そうじゃない、桐生さん。いいんだよ、錦なんか守らなくて。邪魔くさいな。早く吹っ飛ばされてくんないかな。お前はなんで目の前にいる錦山じゃなくてこっちを狙ってくるんだ。おかしいだろ。ナイス。ああ、もうなんか地味な戦闘しかできない。そんな時はハブドリンクに頼ろう。これで死んでくんねえかな。あー、弱い。思った以上に弱かった。
行くぞー錦ー。こう二人でやっと父さん倒せましたみたいなやつやめろ。キリュウ、わあ。立花、すまね、遅くなった。謝ることありませんよ。キリュウさん、お止めの一撃すぎるよな。よせ、妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。分かった。もう間に合いません。立花、キリュウス、ラオグエよ。あやつってのはどうちま総兵です。なんだと。どういうことだ。クゼが言ってました。堂島さんは堂島さんでまた別の思惑があるのか。人は堂島が引いています。風間さんを排除するためにあなたに殺し。ってことは何？一番最初から全部堂島さんが糸引いてたってこと？なんだ、こんなこと。風間さんをのけものにするためだけに。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。あー、くそ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 。あれ、クゼの兄貴まだピンピンしてやがりましたか。そうなんだよな、謎に近江が動いてるんだよな。登場会の中にいた。今すぎるだろ。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだ分からねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。空の一つも堂島組以外の人が手に入れたところで得しないよね。奴ら再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。だって周りの土地は堂島組が抑えてるんだからさ。登場会に戦争を知ったことか。キリュウ、女を渡せ。登場会全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が登場会を潰す。かっこいいな。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。
ああ。ああ。懐かしい看板だね。私有地につき立ち入り禁止って。もう持ち主もいないんですけどね。キリュウ。お兄ちゃん。お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？手別れの兄弟と初めて再会したのが死に姿っていうのも嫌だよな。本当にな、こればっかりは全部堂島組が悪いからな。お兄ちゃん、誠をとっ捕まえる理由ってマジでないんだよな。誠じゃねえ、立花さんを狙う理由ってマジでない気がするんだけど。俺の気のせい？だって大阪行ったのってさ、桐生さんと小田さんじゃん。で、その桐生さんがさ、ピンピンしてあちこち動き回ってる間にさ、立花さんは透析で身動き取れなかったわけじゃん。マジで立花さん狙う理由がよくわからないんだけど、なんで知ってると思ったんだろう。アホすぎんか。よーし。俺、真島さんの方はガチで覚えてないわ。まあ、前回のあらすじがあるからいいけど。牧村誠の行方は、ただ一人の味方だったリーの死と共に消え去った。ゴン！真島は、佐川、西谷といった誠を狙う勢力と共に、彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。西谷さん死んじゃったからな。間もなく浮かび上がってきたのは、かつて真島もその一員だった東条会の影。彼らはすでに神室町の不動産屋を使い、密かに誠を神室町へ立たせていたのだった。あ、なんか思い出した気がする。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島は、かつて自分が殻の一つを近江で売ろうとしてたのってさ、島のじゃなかったっけ。ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない。そんな気がする。あれ、なんかごめん、勘違いだったらごめんね。だから、殺せないのを分かった上で、真島さんに依頼して、で、殻の一坪自体は、売ろうとしてたんじゃなかったっけ。なんか覚えてねえな。あ、うるせえ町に戻ってきたか。カムロ町だ。真島さんがカムロ町にやっと来た。何してんだろう。
みません、もう許してください。さっきの威勢はどこ行ったんだぐらい。え、ほら立てや、立てっつってんだろうが。助けて、殺される。どこの組のもんだ。何見てんだ。傭兵、太平。いいえ、何でもないです。太平一家。ちょっとこの野郎、ふざけた真似して。堂島組は堂島組か。あれ、太平一家ってどこのあれだったっけな、覚えてないな。もうさ、堂島組っていうか登場回もさシリーズごとにさ中身が変わるからさ覚えてらんねえんだよな。もう3あたりで覚えてる名前なくなるもん全部。収穫あったか、マジマちゃん。ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ。立花不動産の田の字もない。そりゃそうだよ、だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。丸一日ってことは立花さんが死んでから。俺だってこんな狭いとこに。またちょろっと時間は経ってるのか。近江の人間がカムロ町で幅利かしてたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。うん、正直に女に逃げられた言うてな。あれだよね、佐川さんも佐川さんで島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けない。島野と繋がってるってことがバレたくないんだろうな。勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から空の一坪を100億で買い取る用意がある。なんやと。市春か。近江連合の狙いはズバリカムロ町そのものだ。空の一坪はカムロ町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。奪えなくない。だからそうなりゃ近江は山ほど。どこのさ、一坪に100億出しただけでさ東上界が抵抗する。周りはくれんやろ。100億ぐらいはすぐに回収できる。ただただカムロ町が戦争状態になるだけやろ。東上界を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に空の一つも売るっちゅんか。そう、島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。その時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで。ああ、まあそれはそうだろうな。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえ。けど近江連合の上はそれで承知した。実際
大したやつだよ島野ってな。結局だから島野さんは真島さんが殺せないっていうのを見切ってたんじゃなかった。あんたにも得はあるんや。ああカムロ町の支配者の座さ、近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか。ずいぶん話がちゃうやないか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん。結局立花不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこに何かあるんか。最近まで立花不動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い情報らしいがな。古いな。立花不動産の人間もう一人しかいねえからな。立花不動産ですらないからな。フリーランスのヤクザだからな。フリーランスのヤクザが一人いるだけだから、チャンピオン街へ向かえと。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかな。わあ、真島さんの持ち物すげえな。いろいろターンでも、まあ今回はこの辺で終わりにして、次回から龍が如くのまあ真島さん側の最終章かな、2章分やっていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。